基本レッドソックス吉田正尚は全 GM が獲得した選手。今季のレッドソックスは81勝81敗3年連続でプレーオフ進出を果たせなかった名門チームの周囲には変化の予感も漂っている。シーズン終了直後、一部の地元メディアが改めて吉田のトレードの可能性を伝えている。さらに地元メディアによると、肩の怪我の状態と、あとはレッドソックスがマサの残りの年俸をどれだけ飲むか次第だが、トレードの可能性はあると思う。マイナーにはトッププロスペクトが出番を待っている。もともとマサは、クレイグ、ブレスロー編成本部長ではなく、前の GM が獲得した選手だから感情的な結びつきがあるわけでもない。能力面で全く需要ないとまでは思わんが、いかんせん高すぎたよな。肩痛めてたら余計にやばいわな。高額アヘタン DH。環境変わればワンチャン。合格倍。来年どうするんやろな。レッドソックスが全額負担して DFA したら拾いたがる得自体たくさんあると思う。負担ないならいらない。契約満了前に DFA なんていくらでもあるから、来季 NPB 復帰争奪戦で複数年契約の準備しとかないと。レッドソックスは外野の層厚すぎて無理や。今年打撃だけでも外野手で5番手やし。さようならマサ。数字だけ見ると悪くはないが、 20M の DH 戦なら OPS900 は欲しいね。 DH ってその左利きで貢献しなかった場合、試合に出場せず寝てた方が枠の分増しってことになるからな。かなりシビアな評価されるし難しい。左投手相手には全く期待されない。右相手でもはっきり言ってヘボい。打率は少し良いくらい。もともと弱い方が手術必要なレベルで痛んで、手ますます外野手に戻れない。1年目は対右左の成績に差はなかったが、今年は対右の成績は上がったが対左は下がったね。純粋に打撃だけなら通用していないわけではないんだけどな。守備ができない選手にしては契約金額に見合っていないというだけで。金額だって球団が勝手に設定しただけだし、ボラスですら即決するレベルで球団側が金額設定を間違えなのが悪い。いい。ジョンフの契約もそうだけど、ボラスはそのあたりうまい。管理人のつぶやき、吉田選手は守備走塁が厳しいですね。特に走力は守備にもかなり影響しているように見えて、確かに監督だったらレフトとはいえ守らせたくはないですね。コンタクト力は健在なのですが、対左投手の時には全く使ってもらえないとなると、規定到達も絶望的ですからね。奥にいろいろと対策をお願いいたします。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。